大絶賛食休み中さあ、ということで、あーちょっと待って、腹がきつい、ちょっと待って、あー、あー、危ない、あー、もう一回さあ、ということで今回もやってまいりましょう。どうもラルでございます。腹がきち。さあ、ということで今回はスマホ版にアンコライゼンゾーンサブラカの方でやっていこうかなと思います。いや、食べ過ぎたわ。今日全然食べてなかったから、さっきチャーハン作ったんですよね。何を土地狂ったのかね、2合分作ってね、それ全部食ったっていうね、めちゃくちゃバカしたんですけど、おかげで腹が死にそうです。自業自得なんですけども、あ、いや、じゃあ早速やっていきましょう。とりあえず今回の動画なんですけど、あの砂漠の方でね、降臨ステージの方を進めていこうかなと思います。で、とりあえず今回はこちら、ブローインパクトでございます。今回はこちらのステージの方やっていこうかなと思います。まあ多分なんとかクリアできるんじゃないのかなと思うんで、ドロップキャラクターの方回収していこうかなと思いますので、よろしく。さあ、ということで、じゃあ早速やっていきましょうか。いや、本当に腹がきつい。ああ、1号にしとけばよかったよ。ということで、ブルーインパクトに関しては、これ全1ステージだよね、これね。ああ、だよね。いや、久々だわ。で、ドロップキャラクターに関しては、スーパーニャンでございます。あの、波動打ち消しのやつですね。意外と使えるんだよ、あのキャラクター。なので、早速、回収していこうかなと思いますよ。さあ、ということで、リバーピックプラネットということで、確かこれはあれだよね。ほぼほぼさ、エイリアンじゃなかった？出てくる敵に関しては。確かそうだった気がするんで、あの、編成何も組んでないんで、ちょっと今からね、ちょっと一から編成の方を組んでいこうかなと思いますよ。まあ多分ほぼほぼエイリアンなはず。どうしようかな。編成全然考えてないけれども、じゃあニャンマとベビーカーズと、あとはね、そう、今回もまだね、ちょっとブランカ使います。もうエイリアンつったらブランカだからね。で、ブランカで、そんでもって、ニャンコンボ要員はいいか、クニオ組んでいきましょう。クニオ君でしょ。で、あと、衝撃に関しては何か入れとくのいるかな。あー、メガロ。じゃあ、念のため入れとこうか。どうだろう、でもそんな出せるかな。結構、衝撃が、かなり盛りだくさんなんだけど、ちょっとその辺がね、あと、カンカン入れとこうか。どうせ多分ね、ワープしてくると思うんで、入れとこうか。大丈夫か、これ。結構、コスト高めだね、これね。そんでもって、あとは壁に関しては、いっか、ゴム猫で。よし、OK。あとどうしようか、1枠何がいいかな。あ、じゃあいいや、サテライトでいいんじゃないの、サテライトで。よし、OK。なんかすごい盛り込みすぎたんだけど、大丈夫かな。わかんないけども。まあいいや、じゃあ早速もうやっていこうかなと思います。さあ、ということで、じゃあ早速、まずは1回戦目でございます。リバーピック。さあ、ということで、早速やっていきましょうか。あ、待てよ。これもう出てくんのか。ちょっと待てよ。大丈夫か？俺、お財布ダメ？これ。これ大丈夫？これ絶対さ、これ、大丈夫かな？あー、出てきたね。これ、生産間に合わない気がするんだよな。どうしようかな。まず、1体目のね、衝撃は、何から出そうかな。あ、このワープが、やっぱり、なかなかクセモノですね。てか、このカンカンに関してはさ、本能上がってんのかな？まあいいや。じゃあ、とりあえず、ベビーカーズと、以上、カンカンでここで様子見ていきましょうか。で、どうしようか。ちょっと待って、危ない。ゲップレゾ。危ない。どうしようかな。もうさ、ブランカ出してもいい気もするんだけど。どうしようかな。悩むな。あ、なんかでも全然余裕だな。あー、もうやめてもう。この攻撃だよね。じゃあ、もうなんかブランカ出しても良さげな気がするな。じゃあちょっと待てよ。一旦、じゃあこいつが攻撃した。よし、ここだ。ここでとりあえずブランカを投下して、で、ニャンマーも出して、よし、これでやっていきましょうか。なんかもう、大丈夫じゃないこれ。これメガロ、これ出さなくてもいけそうな感じもするけども。ああ、よし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 。いいぞいいぞ。あ、先に国を組んだしちゃったよ。まあいいや。ほら、あ、全然余裕だな。めちゃくちゃ余裕だな。あー、ブランカ。あれ、なんか、気がついたらだいぶ減ったな。ちょっと待って、前線のキャラクターが。じゃあメガロ出すか、せっかくだからね。メガロとりあえず4500溜まったら出していきましょうか。なんかこれは今回はそんなにきつくないんじゃないのかな。まあ絶の時は結構ねあれだったんですけど、まあさすがに絶じゃないからね、さすがに大丈夫じゃない。そんでもってメガロ第2形態だけど、まあ大丈夫でしょ。いけ。よしよしよし。そんでもって、ブランカがあともう少しで2周目出せそうなので、それまで、
とりあえず、あーでも結構取り負けが多いな、すごく多いですね。あめろ、ワープさせないでよ、もうちょっとメガロの攻撃でぶちかましたかったのに。これでだいぶ削れるんじゃない？あーどうだろう。あ、じゃあとりあえずブランカ出しといて、よし、これでだいぶいけるんじゃない？あ、ダメダメ、まだ頑張れまだ頑張れ、よし、全然大丈夫だったね余裕だわ、さすが。あとはあれ、これ待って、あれ必ずだったっけ、ドロップ。待って、その辺見落としてたわ。まあいいや、これで一発で落ちてくれれば全然いいんですけどね。なんか思いのほか今回早く終わるぞこれ。どうしようか。まあせっかくだからスーパーニャン使おうか。よし、 OK、 余裕です。今回は大丈夫そうでしたね。じゃあまあまたね、今後降臨ステージの方もガンガンやっていければなと思います。このアカウントね、全然ドロップキャラクター回収できてないからね、そろそろその辺もね、ちょっと頑張らなきゃ。これも前も言ったな。まあいいや、はい、よし。あれ待って、回収できなかったぞ。マジかよ。あー、まあはい、じゃあもうめんどくさいから使っちゃいましょう。ああ、じゃあもうめんどくさいんで、もう取りじゃ使っちゃいます。はい、よし、じゃあこれで、回収しちゃいましょう。これで大丈夫でしょ。はい、ということで回収でございます。じゃあ早速、スーパーニャンですね、使っていこうかなと思います。いや本当にあのニャンピの機能めちゃくちゃ使えるな。たまにねやり忘れるけどまあいいや、ということでスーパーニャンやっと来たぞやっと来た、このアカウントでも。じゃあ取得しましょうか。はい、よし、ということで、じゃあとりあえず第2形態にさせて。そういえばさ、ジャイニャンに関してはまだ第3形態ないよね。ふと気づいたけど、そろそろこのキャラクターも第3形態に来てほしいところではありますけれどもね。意外と結構使えるからな。まあいいや、じゃあとりあえず30レベルにさせまして、よし、 OK。 じゃあせっかくなんで前の号令スタロテキスの方読んでいこうかなと思いますよ。じゃあまずは第1形態からいきましょう。謎のマントで空を飛ぶヒーロー気取りのただの猫、一人暮らしを夢一人暮らし、うん、一人暮らしを夢見てレジ打ちバイトに明け暮れている。属性を持たない敵の攻撃力を下げ波動を打ち消すって感じでございます。ぜひ一人暮らししてください。なかなか楽しいですよ。じゃあお次、第2形態参りましょう。ポテチの食べ過ぎでマッチョ化した空飛ぶ猫、将来の夢は歌手で毎日公演で歌の練習を欠かさない。属性を持たない敵の攻撃力を下げ波動を打ち消す、という感じでございます。てかポテチの食べ過ぎでピザ化しないでマッチョ化するんだったら俺も頑張ろうかないや、ということで、じゃあ早速ジャイニャン使っていきましょうか。波動を打ち消しだからな、なんかちょうどいいステージないかな。まあいいや、なんかいいステージ探していきましょうか。そうだ、フーニャンコ島もな、このアカウントまだ30回も行ってないからな、これもまた後でちょっと頑張ろう。ちょっとあんまり思いつかなかったんで、じゃあ海岸のチビオシネコやっていきましょうか。これにとりあえずですね、あーてか待って、スタミナがないや。じゃあちょっと回復しましょう。よし、じゃあやっていきましょうか。過去編成に関しては、あーなるほど、これでやったんだね。じゃあこれはとりあえず置き換えまして、こいつら第2形態になってるんで第3形態にさせとき、そうだな、じゃあラーメンところでいいんじゃないのかな。ちょっとラーメンところ入れましょう。ちょっと待って、あれちょっとトイレってこよう。ちょっとトイレトイレトイレ、よし、じゃあこれでやっていきましょう。多分クリアできるよね、大丈夫だよね。これでクリアできなかったらどうしようか。まあいいや、じゃあとりあえずやっていきましょう。で、とりあえずどうしようか、もう早めにもうジャイニャン使っちゃおうか。多分1体出てくるよね、もうそろそろ出てくると思うんで、出てきたタイミングで、よし、 OK。 じゃあとりあえず壁を出しつつ、じゃあここでジャイニャン出していきましょう。はい、このね攻撃力のこのダウンがなかなかでかいんだよ、これが、これがめちゃくちゃでかいんだよ。で、チビ系のこの牛に関してはあれだよね、まだ出てくるよね、多分出てくると思うんで、どうしようかな。とりあえずはまだいいか、まだちょっとお財布ダメをしておきたいところ。あ、もう1体出せるね、よし、 OK。 もう2体いれば大丈夫だろこれ。ほらほら、これはかなりでかいぞ。まあこっからね、大量に湧く牛を対処できるかどうかはわからないけれどもね。じゃあ、あ、来た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 。じゃあ、この辺で、いろいろもう出していきましょうかね。どうしようか。ムートに関してはまだかな。まだだね。あ、一旦これでとりあえずやってみましょう。あ、来た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 。続々と、牛の方が来ておりますね。さあ、こっからもうジャイニャンのもう活躍の場でございますよ。よしよし、いい感じでございますよ。さあ、なるほどね。どうしようかな。あ、全然余裕だね。ほら、全然大丈夫だよ。全然大丈夫、大丈夫、大丈夫。よし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 。とりあえずこのままですね、ちょっと城までね近づいていきましょう。
思いのほか出撃制限かかるのが早いな。じゃあとりあえずこっから、もうムート出してもよくない？これもう出しちゃうか。ちょっと出撃制限がすごいすごい、ちょっと待って、思いのほか、よし、オッケー、これで大丈夫じゃないですかね。まだ湧く。あー、こっからが本番か、忘れてたよ。あー、これでとりあえずお掃除して、お掃除して、よしよしよし、いいぞいいぞ、まだ頑張れよ、まだムート倒れんだよ、まだ倒れんだよ、よし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 、あー全然大丈夫だな、これはもう大丈夫でしょ。ほらこのジャイニャンとこのムートコンビだったら、ほらこのポンデリングは全然目じゃないぞこれ。よし、とりあえず早くちょっと城攻撃したいんだけど、数がなかなかね、ちょっと出しても出しても湧いてくるな。やめてくれよ、もう。そろそろ終わりにしてくれ。ちょっとね、俺の腹の調子が良くないんだよ。もうまたトイレ行きたいんだから、もう。まだ、なかなかしつこいな。さあ、そろそろ。てか、意外と多いな。思いのほか。重いのが結構しつこいな、このポンデリング。あ、なんか先にムート出す前に終わるか、これは。ギリギリどうだろう、ギリ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 どっちだろう。あ、でもムート出せそうだな。とりあえず出しておこうか。よし、これで大丈夫でしょう。あ、もう重いのがしつこいけど、あ、もう少しもう少しもう少しなんだから、よしよし、これでいけるから、よし、オッケー、キラでございます。トイレ。はい、ということで今回はですね、降臨ステージブルーインパクトに挑戦いたしました。まあ、結果としてはですね、無事クリアすることができまして、こちらのジャイナンですね、まあ、回収することができました。まあ、まだねちょっと回収できてないキャラクターがいっぱいいるんで、随時やっていければなと思います。ということで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またねー。